よし元気ですね。当たり前じゃない。鹿児島の泉郡長島町でございます。長島町来ました。来た。どうしたの。バラしたからこっち。いいじゃないいいじゃない。あざますあざます。いいじゃない。来た。これイカ、これはイカ、これは絶対イカ。私たちのエジって言えば、うん、リアルイソスジ、うん、エジエジ、うん、どうも。よし元気ですね。当たり前じゃない。ジョンウンの方がですね、はい、顔面狂気になりまして。顔面麻痺です、はいはい、狂気って言うな。狂気でしょこれ。今回どこに連れてこられたんですか。僕鹿児島の泉郡長島町でございます。長島町来ました。3回目です。4月の末かな。そうですね。からもう3回ですから、うん、リベンジですよ。だからこうなっちゃうから。そうそうそう。鹿児島まで来てイカを釣れないって、もうそのストレスがここに来てますから。今回は、うん、そのゆうちゃんのリハビリということで、リハビリです、リハビリです、はい、うん、今からやっていきたいと思います。デュエルサポーターへの道、リハビリ編、バカ野郎この野郎、どうぞ。はい、移動してきました。まず目逃しちゃったわ。ということでね、あのゆうちゃんのおすすめの場所来てきたので、ここでひとまずやってみたいと思います。まずは様子見の食わせ。なんかね、街灯下なんでね、まあ、リア急ぎかなと思って。光っちゃうわ、お尻の方が。知ってますよ皆さん、あのお尻の輪っかが光っちゃうんですよ。ポイント入りました。まずめタイムを逃してですね、今からナイトエギングタイムでございます。あ、いいんじゃない塩。マー君、お塩いいんじゃない。あ、ゆうちゃん塩いいっつってる。右から左、左流れ琥珀道ね。いやでかかったな。うわ悔しいわ。それは悔しい。いやいやいや、今んとはいかんやったわ。いやとっと頑張やったわ。あっていうかもうダメだ、悔しいわ。もうおしっこもらいそう。もうバーもうでかいのはもう確定です。あれは久しぶりあの手応えでした。はあ悔しい。もう右に行き出した。来るか。全然来んやった。感度が敏感になっちゃってるさあ。ああ、ナイス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 。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。どう？サイズは。さっきよりは全然ないな。ただ来たね。どうしたの？バラしたから、自分でやってやると思って。おめでとうございます。やった。よかった。とりあえずはまあまあまあ。まあ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 、とりあえずなんとかいっぱい、いただきました。結構奥に行ってるからね。うん。おお来た来た来た。いいじゃんいいんじゃない。逆いるんじゃない。いるかもしれない。しかし、あざます。もうでいいじゃないいいじゃない。あざますあざます。いいじゃない。キロはキロありそうじゃん。キロあるわ、キロあるキロあるあるある。キロありそうじゃん。ありそうじゃないっすか。あざます。やったじゃない。よかった。ちょっと分かってみた、分かりたい。何キロある？よしよしよし。いいいい、出してやれ出してやれ。おでかいね。おっとし、見てごらん。おぉ、あったじゃん。あざます。1キロやってます。うわ、よかったわね。いいわね、羨ましいわね。マー君がね、1キロいったんで、俺も続けていきたいと思います。群れが来たんじゃない。ちょっと続け続け続け。
た。これイカ、これはイカ、これは絶対イカ、これは絶対イカ、イカ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 です、イカです。やっときた。いい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 じゃない、いいじゃない、あげれる。逃がすよ、これは急いだから。どうもイカです、釣れました、やっと。よかったじゃない、ちっちゃいけど。いいのよいいのよ、かわいいですね。いいのよ、ありがとうございます、本当に。いくの、リアイソですよ。知ってたじゃない、聞いてたじゃない、リアイソじゃない、やっぱりシステムカラーで釣りたかったんだけど、どうしても釣りたいからリアイソ使ったら釣れちゃいました。イカを見せなさい、イカを。イカを、私じゃないのね。はい、よしよし、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、さよなら。ゆうちゃん。なに。我々、イカを知る前に、エギを知らないといけないと思うんですよ。私たちのエギって言えば、リアルイソスジ、エジ、エジ、本場のリアルを、ちょっと見に行こうじゃないかな。リアルに、調査来ましたね。来ました。調査というのは、これですね。はい、これを調査しました。はい、はい、これですね。これを食べれば我々もリアルイソスジエジの気持ちが分かるんじゃないかと、抱かれる気持ちが。そしたらじゃあちょっと注文に入ってみましょうかね。いや、取れとる塩梅だ。地獄。はい、ごちそうさまでした。はい、美味しかったね。リアルイソスジの気持ちになれました。これもなんか釣れそうですね。エジの気持ち分かるもんね、これ。3キロ行く。どこで行く？長崎で行く？長崎でしょ。行こうじゃん。ヨガさん、こちらでーす。はい、どうもー。どうでした皆さん。なんとか。なんとかかんとかでした。かんとかのかんとかでしたけど、今回は勉強になりました。勉強になりました。試合の時は集中して一点型と、やっぱその土地土地の釣り方があるんでね、そこちょっと早めにマスターできればですね、超過が上がるのかな。まあ、言っても3回目なんだけど。まあそうなんだ。3回目なんだけど。もう今回は300しか釣れてないので、はい、締めよろしくお願いします。したらですね、はい、はい、いやもうやるしかないですね。お願いします。はい、じゃあたけしの元気が出るテレビ始まりました。どうも皆さんこんにちは。ですね、こんなエギングは嫌だっつってね、エギじゃなくてね、ビキの投げちゃってね、ウィーンって来た来たっつったらね、アミちゃんが来てね、うーんっつってね、アミちゃんのもっと釣りたいっつってね、うーんバカ野郎っつってね、はい、すいませんでした。すいません今のと許してやってください。もう許してくれるっていう方はチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムなんかも僕たちしてますので、フォローの方よろしくお願いします。もう疲れてるの許してあげて。さよなら。